私がデートに誘った時もエリカちゃんと二人同じ屋根の下にいたんだ。はい、すみません。毎日一緒のご飯食べてお風呂覗いちゃったりしたんだ。はい、すみません。学校から帰ったら毎日イチャイチャしてたんだ。はい、すみません。でも楽しいから同居してたんでしょ。なんてね。